This video may contain a spoiler. Be sure to not watch this video if you want to avoid spoiler. Kaettekita Saburo-san ga kyou kara asa no taisou ni kuwawarimasu.素晴らしい今日が来た昨日の次だみんなで体操深呼吸ぐるりと回って1、2、の3ではいただきます。 僕はブーちゃん。僕は。 悪の博士ってかっこいいよな。 バトルスタート。どれにしますかね。いざ勝負。待て。
するよ。ウェウウェウ。いざ勝負。勝ち。ダメダメ。しんのすけ。サンキュー。いてて。おっすん。で、何をしに来たの？なんだ、つまんないの。ふいふい。
Hey, hey. Yay!
カレー屋の銀河しのぶは長年研究してきた新しい味のカレーが辛すぎて誰も食べられないことを悩んでいた。
Thank you.
イエーイ。うえイエーイ。
Yay!
Hey!
ヨヨコちゃん、 ありがとうございます。 ここで、 ヨヨコ、 ありがとうございます。 お客様、今日はどういたしましょう。
ふふい。 おやおや、しんのすけは歯医者さんが大嫌い。怖くてここを通れない。うふい。 ここはヨヨコとララコの姉妹の部屋。でもしんのすけは背が足りず、どうやらドアが一体どこにつながっているのかな。 誰ですか？私の仕事場を覗こうとしてるのはダメですよ。
もう夕方、どうやらシロが迎えに来てくれたようです。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こうしてしんのすけは2階の姉妹の部屋に入れるようになったのです。やったね。ありがとうございます。常日頃、彼氏が欲しい。結婚したらこんな家庭が理想的。日本酒なら3日で一生はいけると豪語しているヨヨコのために、プライベートな時間にヨヨコとサブローを引き合わせようと考えるヒロシとミサエ。でもどうやって？しんのすけならどうする？夜は外に出ちゃダメよ。ふえふえかけたぜ。踏み台が置いてあります。ドアを開けることができました。一体
予約。その恐竜は女の子でした。名前はエル。体の長さが人の10倍以上もある。シロはいつも元気だぞ。若い女性らしく、手足を大きな花びらや血の効いた美しいシダ類の枝で飾っていましたが、ゴマタ恐竜バッグには大きすぎると考えられ、美しい羽毛恐竜たちには地味だと言われていたのです。なんとかわいそうになるでしょう。ある日、まだ名前のついていない人類の主人が川に落ちて眠っていたので、エルがその長い首を伸ばして彼を川から助けると、周りに仲間の恐竜たちが集まってきて、口々に彼女の長い首を褒めました。誰になって3つくらいいいところがあるものです。それ以来彼女はその長い首が目立つようにちょっぴり工夫して、大きな花や気の利いたシダ類の枝で飾るようにしたところ、しんのすけはそろそろ眠くなってきたようです。おやすみ、しんのすけ。また新しい恐竜をこの世界に呼んでしまったみたいです。なかなか素晴らしい。Thank you.